あれ商品ばっかりやってると、前回のその、はい、今日配信されるやつで枝の配置というか、うん、それが、まあ、だから自分はちょっと気を使ったつもりで自分の限界を感じたみたいな言い方したんですけどね、うん、商品盆栽やってる人に大きいやつもやった方がいいですよとかっていう風に取られるとちょっと、そうですね、うん、言われるかなって思いますね。僕が言った節ありますね。あ、そうですか。多分経験した方が勉強になりますよねとは、うん、まあまあ Q さんがね言う分には別に大事だと思うんですけどね。僕はあくまでも本当素人の意見なんで、個人やってる人にね、こういうのが上でこういうのが下みたいなことではない、うん、そうではないってこと、どっちもいいんですよ、うん、でも日本人ってそういうの気にしますよね、うん、しますよね。そう、あとねちょっと聞いたことあるの、商品やってる人って なんていうかな、その大物をちゃんとっていうか大物の盆栽をやってる人からこうなんかこう下に見られてるような、そういう時代ってあったみたいじゃないかって、まあ、ありそうですよね。なんかありそうですよね、うん、だから大きいのにね抵抗するわけじゃないんだけど、対抗するわけじゃないんだけど、あれならどの子のっていう言い方は多分一番起こる、嫌なんでしょうと思いますね、うん、大きい盆栽の方が扱いも大きいじゃないですか、うん、まあ、動くお金も大きいし、うん、まあそうですね、パワー持ってると思うんで、うんうん、ただそれだけの話なのかな、うんうんうん、そうですね、まあ、商品で、ね、もう認められたあれですからね。そうですね、商品も豆も大きいものも全部すっげーってやつありますもんね、うん、そう商品だったら高いですからね、うん、高いですよ。鉢なんかだったらもう商品の方が高いかもしれないですよね。結局自分それぞれの好きがあって、うん、これが上下とかじゃなくて、うん、そうですね、個人の問題ですもんね。そうなんですよね。もう争いは、うん、終わりにしよう。そうですね。そうまたそういう話ですね。そう、争いは終わりにしよう。いろいろやればいいんですよね、好きに、うん、おまけのコーナーがみんなぼやきになりそう。ぼやきのコーナー、ぼやきのコーナー。ユウさんの番組は本当見ててみんな勉強になってると思うんですよね。ちゃんと説明するじゃないですか。最初はね、私も言っちゃっていいのかなとかね、あんまりそういう技術的なことをどんどん継承していかないといけないしね、はい、うん、それもね、最初説得した気がしますね、僕、いろんな人に。なるほど。やっぱりみんな出すのを渋るじゃないですか、うん、渋ります、普通は。だけど、でも途中から言わなくてもみんな渋らなくなったんですよ。あ、でなんでかなと思ったら、後継ぎいないからって、うん、あ、そうですね、新しい園とか行って、そうですね、それありますね。そうだから私もそう、まさしくあの生きた証ですよね。生きた証、いや、要は私が死んだ時に、うん、何年後か、何十年後かに、そうですよ、YouTube 残ってるのかな、あ、ひなまさんってこんな人いた、そう、YouTube って残るから、そうですよ、あ、ひなまさんってこういう人いたんだっていうね。だってね、ここから例えば死ぬまで、うん、30年後とか、もし僕らこのまま撮影し続けてたとするじゃないですか、うんうんうん、そしたらもうずっと生き続けるみたいなもんですよ、 YouTube ある限り。そうなんですよね。だって盆栽のこの作っていく過程のやつで、うん、こんだけそんだけね、一個の木を追ってとか、ね、そうですね、一つの作風を出し続けてとかってないじゃないですか、うん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 、そうですね、もう一生生き続ける、生き続けるんですよね、残るんですよね、そうそう、世の中にね。下手すら一番有名な盆栽の人になり得るかもしれない。こんな趣味家がいたみたいなね。ちょっと頭おかしい伝説の下ネタも多い、下ネタも。そんな趣味家がいたっていう ね、ありえます、ありえますよね、こんな人いたんだ、うん、50年後くらいにね、多分作り方ってそんな変わってないと思うんで、こんなことやってたんだとかね。そうですね、うん、まあ当たり前になってるかもしれないですけどね、もうね、こんだけ喋れる人と、それはこんだけうまく撮影して編集する人と、自画自賛。そうね、こんな綺麗な映像で ね、編集が上手でね、そうですよ、でこんだけ技術あって、で説明もうまい、でおまけに男前っていうね、二人がよくぞ巡り合ったっていう、ね、本当ですよ、奇跡ですねこれ。ひどいですね。ひどいですね。もうおまけ終わりにしましょう。おまけもうね、ダメですね。もうおまけは取れましたね。もう取れましたね。これを楽しみにしてる人がもしいたらコメントもらって。そうですね。これいなかったらやめましょう。うん、で文句ある人は言わないで。そう、文句があっても言わないでください。うちに秘めて。うちに秘めて。低評価だけ押してください。そう。
バカ野郎って言ってね。そう、でもこの直した方が多分もっと良くなると思って多分その人たち言ってるんですよ。ああそうそうそう、キューさんそこがすごいんですよね。そのいやいや、要はあの私なんかそう意見が自体が嫌だと思うんだけど、関心持ってるからそういうこと出るんだって多分ね言うじゃないですか。うん、そこはすごいなと思いますね。だけど、うん、難しいんですよ塩梅は、うん、新しいことやると絶対そういう人一定数出る、うんうん、出ますね、から、うん、でも新しいことやらないとどんどん衰退していくじゃないですか、うんうんうん、そうですね。だからその塩梅かな、うんうん、どのぐらい来るかなで、はいはい、許容範囲かどうかで、今回多分賛成の方が多かったんで、あ、ね、RTA のやつでは多分支持してる人の方が多かったんです、はい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 、割合的に、はいはいはい、っていうか多分文句言ってる人本当に 1% もいないぐらいなんですけど、うん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 、だけどそういう人もいるから、うんうん、もうちょっと文句出る人増やるようなこともやってもいいのかな、うんうん、そうですね、うん、と逆に思いましたね、うんうんうん、もうちょっと攻めた方がいいのかなって、うんうん、まあその人の視野っていうかね、あのなんていうのかな、もうただでも最初から批判するつもりで言ってますよねそれね、うん、あのどこがいいとかってこともうなしに、とりあえず何か言ってやろうって人もいるかもしれないですけど、あんまりでもコメント見る限りそんな人いるのかな。ああそうですか、うん、ブロックしてますからねその人たち、あの、うん、この人の話もう理解のできない、はいはい、そのただ文句言いに来たなっていう人がいたらすぐブロックしちゃうんで、うんうんうん、その人はコメントするつもりでも反映されてない、うん、誰も見えてない。なるほど、そうだからブロックされると寂しいんで、みんな寂しい、あ、心あるコメントを、我々も人です。あ、そう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 、そうですね、はい人ですって傷つくんですと。いや本当多分おじさんだなっていうようなコメント多いんですよ、やっぱ視聴者おじさんが多いから。ああ、なるほど。だけどやっぱりね、うん、ネット慣れしてないんですよ、うん、きっと、うんうんうん、そうですよね。そう、敬意あるコメントじゃないコメントもあると、うんうん、あるんですよね。そういう人はもうガンガンブロックしていくんで、うんうん、されたらファール2でブロックします僕は。ああブロックされたっていうことをね認識してもらいたいですね、そしてね、はい、いやね、認識してももう無駄なんですよ。あ、無駄か。一生解除されないんで。あ、そうか。あ、そうなんですね、もうね。そうです。へ、私もツイッターで一時期ありましたけどね、ブロックしたりしてね。で、突然またあの許してあげようって言ってあのフォローしたりなんかしててね、なんで今もフォローされたんだろうって思うんだと思いました。心当たりのある方あなたですやばい、これあれです、もうこんだけ雑談長くなると、サブチャンネル行きです。あ、なるほど、はい、そうですね、はい、了解。ということで、盆栽9、衛星9、どちらも、はい、チャンネル登録お願いいたします。お願いします。はい。